今回は沖縄県のグルメ、ポーク卵おにぎりを作っていくんだぜ。人狩り言ってんじゃないにょん。それじゃあ沖縄県のグルメポーク卵おにぎりを作っていくんだぜ。そもそもポーク卵おにぎりってどんなものなのかしら？名前の通りにポークランチョンミートと卵焼きが入ったおにぎりのことだな。そういえばポーク缶ってあんまりこっちだと食べないイメージよね。そうだな。沖縄だと第二次世界大戦後の占領時代に米軍によって広まって、ポークランチョンミートが、ポークという略称でよく使われるようになったんだぜ。見てみて羊羹超浮いてるすごくない？いや手に持ってるの羊羹かよ、銃じゃないんかい。俺なんて縦に浮いてるからね羊羹。羊羹一体何なんだ？そんなポーク。じゃなくて羊羹なんだけど、逆に逆、沖縄ではポークの薄切りと卵を焼いたものを一緒に食べることがよくあるんだぜ。食堂でもポーク卵ってメニューで定食として提供されることが多くて、卵もだし巻き卵とかじゃなくて薄焼き卵が多いのが特徴だな。それじゃあそんな定食をおにぎりにワンフォーオールしたのがポーク卵おにぎりってわけね。ワンフォーオールじゃなくてオールインワンだろかろうじて。代々受け継がれてきた個性でどうするにょん。それじゃあ材料紹介にょん。卵、塩、海苔、砂糖、ご飯、そして、我が家に眠りし沖縄のトライアングルフォースよ。略してトライフォース。てか、なんで愚痴しかないにょん。今こそその力の解放を解き放ち。解放を解き放ちって意味かぶってね。今こそ我が求める力を召喚せん。今こそって言ったばかりにょん。ポークランチョンミーと、材料も揃った。お腹も空いたわ。よろしいならば、調理開始にょん。まずは具を焼いていくんだぜ。卵1個割ってそこに砂糖を小さじ1杯入れるぜ。そしたら混ぜーぜー。次の準備をしていたらカメラ外でコップを倒して、そこいらなくね。ポークランチョンミート缶を5ミリくらいの幅でスライスしていくんだぜ。ポーク缶っていうとこのチューリップよりスパムってやつの方がスーパーでよく見かけるわよね。そうなんだよな。でも今回料理するにあたって沖縄在住のゆっくり料理動画仲間のマニゾーキッチンさんにチューリップの方が身近だって話を聞いたんだぜ。それに今回こういうお寿司型と包んだおにぎり型を両方作ろうと思うんだけど、包んである方が馴染み深いって話が聞けたんだぜ。他にもいろいろ質問してお世話になったんだぜ。そんなマニゾーキッチンさんはとても素敵なお菓子を作った動画を中心に投稿しているわ。概要欄にリンクを貼っておくから気になった方はぜひ見てね。卵とポークを焼いていくんだぜ。油かたぶらを敷いたフライパンに卵を流し入れて。おい、油かたぶらってなんだよ。いや絶対ないだろ。つけれるもんならつけてみろにょん。いやそれぐらっていうかガンキャノン。卵が焼けたら次はポークを焼いていくんだ。フライパンが小さい。ポークについてはそのままでも食べれるものだし、焼き目がつけば OK だぜ。薄焼き卵をポークと同じサイズくらいに切るんだぜ。今回だと4等分ってところにょんね。サンキューだぜヨウム。これで具の準備が完成ってところね。ほんじゃまかまずは寿司っぽいのを作るぜ。ポーク缶の空き缶を使うんだけど、縁が結構鋭いから指とか運命の赤い糸とか切らないように注意してくれ。この運命の赤い糸が切れないように気をつけないと。確かに赤い糸だけども、別の意味で運命の糸にょんね。缶にラップを押し込んだらご飯を詰めていくんだぜ。参考にしたレシピで見たようにふんわり詰めたら後で崩れたから、がっつり詰めて固めた方が良いと思うんだぜ。厚み自体はそんなにいらないわ。そしたらこれを取り出して形をちょっと整えて、もう一個同じのを作ったんだぜ。ここに薄焼き卵とポークを重ねて、海苔をノリノリで細切りにカットしてよ。海苔にノリノリで乗りながら海苔を切ると大変危険ですので、絶対に真似しないでください。絶対に真似するやつとかいないだろこんなの。そしたらこの海苔で巻いて完成だぜ。最後に包む方を作るわよ。広げたラップにパラパラとお塩をソルトレイクって、いいすねーすぎにょん。ポークの大きさより一回り大きい幅を横に2つ分並べるようにご飯を広げるわ。そしたらここに薄焼き卵ポークと並べてご飯を閉じて形を整えるわ。これを海苔で巻いて、ていうかめっちゃはみ出てないか。これを海苔で巻いてゴリ押したぞこいつ。さりげなく海苔で証拠隠滅してるにょん。もう一個同じ感じで作ったら出来上がり。ポーク結構余っちゃったんだぜ。今回は分量も適当だしね。余ったのはそのまま食べても美味しそうだよね。それに切ったおにぎりの断面もいい感じにょんね。それじゃあいただきます。うめえ。ポーク缶はハムのようなコンビーフのような脂の旨味、しっかりなジャンクな感じにょんね。そこに卵の甘みが良い感じなんだぜ。寿司っぽい形の方は具の味を中心に楽しめるぜ。包んだ方はまさにおにぎりって感じね。具もご飯の味もしっかりでバランスが良くて私はこっちが好きね。それにしても普段食べない具のおにぎりってのも楽しいね。他にもご当地おにぎりを作ってみたいよね。何か良いのあるかしら？そうだねー、おにぎりとか？いやそれ三千世界。突っ込みどころはそこじゃねえよ。